ルイ・ヴィトンタルイ・ヴィトンのホライゾンイヤホン修理します。PC 溶けちゃうね。耐熱タイプ。アルミ箔の方がいいかな。アルミ箔はね、ポイ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 してるんじゃなくって何回も何回も使えますよ。あれ、お姉の人って女の子の憧れみたいなやつになるんですね。なんか女性が憧れるんですね。自分らしく生きててすごいですみたいな。そうなのかな。なんかみんな崇拝してました。あ、ママなんで来てくれたんですか、うちに、ありがとうございますみたいな。そうなの。頑張ってるのみたいな。頑張ってるわね、あなたも。いつも歩いてるの、いつも立ってるの見てるわよみたいな。あ、ありがとうございますみたいな。それはあれか、その飲み屋仲間のその人がね、ガールズバーかなんかに行ってそういう風になったわけだ。いや、そんな派手なことして集客して、だってそのやり集客の方法ももう間違いなく合ってるし、それみんなできないじゃないですか、あんな格好恥ずかしくて。
崇拝されてた。なるほどね。そうかと思ったんですけど。そうかって思うな俺は。でもいや、めっちゃ崇拝されてた。キモいだけやろって思う。そうそう、どっちかって言ったらね。ねえ、なるよね。変なの。そうじゃね。まあ飲み屋さん同士ってある程度気使うからね。うん。その飲みに来てくれたらお返しで行かなあかんとかそういう風なあるある風習があるでしょ。あるでしょ。つっちゃんはその銀座でバイトしてるときはそれはそれで面白かったんか。まあね、うんうん、夜も飲みに行けたし、あの3年目ぐらいの時にはもう呼ばれるようになってたね、ママから。ほう、うん、チーママとかそのナンバーワンとかナンバースリーとか俺のこと気に入ってる人に、うん、プー一緒に行くよって言われる。もちろん1万円欲しい、タクシー代。それはどこへ飲みに行くの？ホテルのカラオケっすね。おお。だからちょっと高級カラオケってこと。ああ、そう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 。なんかオムライスとかいいのが出てくるような、あの、うん、スパゲッティパスタとか出てくる。ああ、なるほどね。なんていうの、モディス銀座。なんかあったね。むっさ高いっすよ。さすが銀座だね。うん、え、つっちゃんはどこに住んでたその時は。俺お父さん家っす。ああ、ほんならちょっとかかるんか、そっからか。いや、モンキーのバイクと GPZ 乗ってたんで、うん、めっちゃ早かったです。20分ぐらいですけど。え、それ無免許やろ。はい。それで捕まらんかった。覚えられますよ、ブーンって、うん、逃げればいいじゃないですか。俺逃げるのうまいんで、商店街逆走するんですよ。人がいるおばあちゃんとかいるとこ絶対追ってこないですし、白バイ。それ来ないよ。うん、危険すぎる。危ないかな。ああ、それからなんかそういう白バイが入れなくて単車だったらカーブできる、あ、ギリギリのところ、ギリギリのところのやつとかちゃんとチェックしてるんで、全部隅田川入ってでループ上がってみたいな。ああ、そういうことか。あー、ちっこい原付ぐらいやったら走れるけど、もう白バイは無理っていうことやな。あの、こう上がってって、うん、こうなってこう上がるやつあるじゃないですか。いやいや、あれ、なんかダヤーンって上がってジャーってあの、一回やるんですよ。キュッとヒッてやってガーンっていったらいけるやつがあって白バイできないです、絶対。それ回られへんやん、でかいから。そう、だから後輪をちょっとだけその斜めでジャーって滑らせてからジャーンっていったらいけるやつがあって、それで白バイがブッブッゲ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 ッ無理やってなって。白バイは無理やろ。で、怒ってずっと白バイぐる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 探してるんです。俺はずっと屋上からずっとこうやって見て、たまに、はっって目が合うぞ、やばい、バレたっつって、で、まで、ブーンって逃げるみたいな。よく気づいたら上から見てんのと。遊んどるな、シブロマイと。そうそうそう。逃げれなかった時はないですね。100回ぐらい覚えてます。もう信号守んないね、基本は。まあ、無免許だからな。そこの時点でな。で、若いやつがちっこい単車で乗っとったら絶対止めよるからな。もうテクニックの問題なんですよ。まあね。すごい指名手配食らってずっと逃げてる先輩がいて、その人はね、車の F1 ドライバーなんですよ。え、もともと？もともと、むっちゃよく、もう追われたら、ドリフトしてギャーンってなって、バックでそのままブーンって逃げるんですよ。そのままずっとバックで逃げるから、もう、なんやってパトカーもなって、もう追わないです、危なくて。それでドリフトしたりしてるんで、バックで。あれやな、昔、
カーナビのバックモニターがない時代にやってた。なんかイニシャル D のプロみたいなやつの感じ、うん、ランエボとか乗ったら半端じゃないですよ。今あれやもんな、何やったっけ、バックカメラでバックしてるやつ、うん、あ、それもすごいっすねあれ怖いで、結構、うん、いやでもあの遠藤くんの金庫開け技術は本当すごいっすよ、覚醒剤やって、カチッカチッカチッ、ここだカチカチカチッ、また戻してカチャーンって開けるんですよ。何にももう指でやってて、こうやってやってるだけですよ、耳すまして。あの人でしょ、あのテレビに出てる、あんなレベルじゃないです。あんな鍵を、聴診器つけたりとかいろんな工具使ってるんですけど、ほんとこれだけできるんで、ほんとに工具持ってないから、なんか罪が軽くなるんですよ。そういう意図はなかった的なことが言える、工具ないから。工具だったら準備してるじゃないですか、うん、だからすぐ出てくるんです、バレて。で、警備会社で働くんですよ、絶対。で、夜巡回するやつで働いて、いいところを探しとこう。すごい。で、俺に入り口前で見張っといて、何かあったらあのカーンってやってとか、カーンってやってっで、2万円くれます。リスクはないんだから、俺の方に、うん、立ってただけですけど、何か。朝日さんが来るだけでも一日の仕事が終わっちゃう。朝日さん来るだけで20万ぐらい毎月落としてるんちゃう。それどころじゃ効かんか。今月ひどいっすね。今月なんかよく動いてるね。40万ぐらい動いてるんじゃないですか。それだろう。スタジオ、スタジオ。ああ、スタジオ。40万はいっとる。いっとる、いっとる。いっとるな。頭もいっとる。スタジオ、お前スタジオがあった、ひどいよ。いや、あれ買った時の値段、安くても28万とか9万でしょ。25、26ぐらいじゃないですか。だよね。所詮マックミーはマックミーなんで、マックミー26万って相当です。まあね、うん、すごいじゃん。何それ。意味がわからん。意味はないっす。なんか都合だけ。そう。意味はなくても都合はある。そう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 。なんかのその自分なりにつけた都合だよね。いつも。もうだって YouTube でこの人撮ってるだけでもう100再生超えてますよ。普通のライブ配信の方も。寝てるやつ。え？寝てるやつ。いや違う。ほら、さっきのやつ。200っすよ、これ。200再生。ゴー先生みたいに。この人撮ってるだけ。なんで？興味あるんじゃないですか、みんな。iPhone 修理店に2年間単に歩いてきているおじさん。何それってなるじゃないですか。調べっつって。もう芸能じゃん、これ、みたいな。おー、そういうことか。何なんだろうね。魅力はあるみたい。いやでも昨日イヤホンほんとめっちゃやってたんですけど、謎が全部解明できちゃいました、ほんとに。え、なんで直せるようになっちゃうの。それえ、完全に治るってこと。激活したら治るんだよ、それが分かっただけで。あ、直せるようになっちゃった。え、それはいいことなんだな。そうですね、次来たらまた4万稼げるんで。ホライゾン、ホライゾンのダブルホライゾンで。ベビータンいいなぁ。これもで次ライトアップなんか来たらもっといけますよ。え、ライトアップ12とかいけますよ、修理。なんでライトアップはもうだって36万でしょ。あ、そんなにすんの。そんなにすんの。イヤホンの方のライトアップはもうすごいですよ。丸いところ全部ピカーンって、工事現場のおっさんの光るアンテナみたいな、ピカ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 ってなるんで。はあ、それは潰れそうや。潰れな、そうっすね、あんな光り方してたら、まあ異常に光ってるんですよ、ほんとに。それは潰れんやろ。
寺本さん、ほんと感悪くって、もうあんのあアニメのそれフリーレンのやつでなんか説明、ここのシーンはこういうことしてるんだよっていうのを教えるのも、うん、あの人はそういうのにまるっきり触れてないんだから。触れてないねそうだ、そういうの興味あったらあんなに空手バカにならない。ああ、空手バカなんだな、そうだそこをちっちゃく分かってあげよう。そうだそうだ、可愛いところはあるんだよ、うん、空手バカなんだ。あ、奥さんと話しましたよ。え、そうなの。こいつほんと勘悪いよなって、ほんとですよっつって話すもうずっと終始黙ってました、テレオンさん。いや、今日帰らんわ、みたいな。帰れへんわ、みたいな。え、奥さんに寺本さん怒られるのか、なんて書いてある。いや、奥さんが悪いっすよ、普通にお前も原因や、つって。
そうですね、だいぶ買ってきましたね、俺も。一日中間やってる。これね、全然買います。ね、全然、はい。ここを開くっていうのはなかった。だからこうなってたんだ。ね。そうですね、肩甲骨を動かすっていうのは変でね。やってなかったですね。ここやってない。ここ久しくやってなかったんだ。おお、そんな学生の時の体操ぐらいやな。肩甲骨ね、うんうん。今年ぐらいまでやってね。10年ぐらいやってなかったかな。うん、だよね。まあ、何かの拍子に動いてたと思うんですけど。こう開くっていうのを意識しないと無理だ。絶対こう丸くなる。それはわかるもんな。で、これがおしょう。すべての命の幸せを願う。それは見ないですけど、うん、これは違う。いや、それも見なきゃいけないと思うんですけど。これ和尚じゃない。和尚、寺本さんに教えてあげました。教えてあげた。これを見なさい。和尚を見ろと。和尚を見ろと。ほう、ほんなら寺本さんなんて見ました。ほう、よくわかり、優しく教えてくれるんで、和尚は。俺みたいな感じじゃなくて。わかりやすいと、うん、教えるプロよ。使命とすればな、そういうなんか説法する。そのほうも。くそ。その赤いのは何か充電がしてないよっていう警告のランプ。いや。光らないという。前のケースをやったら緑やったやんか。なんで赤いんですか。出かれるわ。あら、南部さんがこれできたら完璧やろうなと思ったんだよな。無理やったね。ちょっとかけたね。やってる人は集中しつつできるはずなんですけども、一つに薬をやりながらじゃなきゃダメなんだ。ダメに決まってんじゃん。薬をやりながらだから、あの変な集中力で。そうだよ。その時はね、やってる時はね、変に集中力が上がるよね。こんな切れたら天井のシミの数とか数えられるよ。ほんで言ったら、切れたらいきなり集中力がまるっきりゼロだからね。前借り分が全部来るからね。使えねえ。それは無理だよ。もうジャマイカに行って、それこそラスターボーイでもするしかねえよ。24時間シエスタしてるみたいな。そう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 。なんか、部屋やな。果物でも食うか。そう、それしか方法はない。疲れちゃった。振り込ませ。
向こうのサウナ流行ってた。やっぱ。いや、少し少し。そうでも。はい、あ、そうなんだ。昨日は泊まる日じゃないでしょ。ああ、日曜日だもんね。日曜の夜はね。少ないよ。そうですね。家帰れないから泊まってるみたいな。ヘルモスさんも後悔したでしょうね。あんな飲み方するんやみたいな。大暴れしてるな、これ。宮沢さんか。ん？宮沢さん？北島さん、それから宮沢さん。宮沢さんがあれだね。2個充電器がついてる人で、加藤さん。2個充電器ついてる人のやつは、充電がどれぐらいできてるかはわからない。1万円のピンが結構入ってるけど大丈夫？ん？北島はあれ難しい方の島。あ、違うわ。もう一番簡単な島、北島優太。北島優太、北畑かも。うん、北畑かも、畑かも。完璧よ。あともう一人誰でしたっけ。あ、いたよ。いないか。いるいる。もう一人は加藤美香。あ、加藤美って書いてある。12万爆破。研究よね。電子機器のリペアの研究をしてしまった方の勝ちよね。研究熱心な方がね。これどうして？いや、こっちこっちこっち。こっちは研究もクソもない。もうこれがね、ここの中にいっぱいでネジが入ってるけど。いや、入ってよ。関係ないやつなんで。なんか1万円のネジとかそっちの言ってたから高いの。いや、これ8、8。あ、そうなんだ。よっしゃ。だ
から病院の先生も研究しないで、あのただ単に来た人のなんか健康診断とかやってるだけだと本当あんまり稼げないですけど、論文書いて研究し始めたで成果出したらすごいっすよね、それね。新しいなんか直し方とか編み出したり、その技術をネットで公開してるから価値が絶対あるんですよ。これが価値ないなんて言えないですよ、俺に。教えてくれてるやん、この人に。なんだろう、その無償の愛、慈しみがあるってことになっちゃいますね。犬のあの無償の愛を捧げてくれるんですか、犬も。それと一緒よね。まあね、うん、否定ができへんっつって、うん、帯広から帯広、北海道で背伸びするんね。北海道の中でもかなり帯広なんで田舎なんだな。誰も見えひんやん。いやでも、まあ、小さいコミュニティの中で見え張れる。まあ飲み屋があるからね。好きなんだよね。ちょっと見え張りくんだね。見え張りくんの、なんでそんな金額になるんだ、おかしいじゃないか。送るときはついてただろ、壊したかもしれないっす。じゃあお前のせいだろうが。そうかもしれないっすねつってで、どうします、修理。違うだろ、お前が壊したんだろ。いやだから修理続行するか返すか教えてください。ん、利用規約で関係あるかや。ありますよあれ、利用規約の関係あるかやって言われたら何て言えばいいですか。関係はありますよ、全然。深い関係がありますって言っても通じないですけど。もう、規則なので申し訳ございません。あ、日本国の規則でございますのでって言われる日本国憲法にのっとっておりますので申し訳ございません。日本国憲法にのっとってるかどうかわからんけど、契約書の規則になっております。ああ。契約規則になっております。申し訳ございません。そう。お守りいただけますよ。よろしくお願いいたします。そうだよね。そういうことでしょ？最初に契約書を取ってるっていうことは。そこ、契約したのそっちやんって言ったら怒るもんね。うん。言い方だよね。言い方だよね。うん、契約にのっとったお話をさせていただいておるんですが、それを聞き届けいただけないでしょうか？いろいろ柄が選べるんだね。ウォールペーパー。そう。だからなんだよ。エルメスもウォールペーパー選べるんですよ。エルメスデザインの。知ってるよ。だからなんやねんっていう。そういうこと。見てるのお前だけじゃねえかよ。そうだよ。やっぱりあの唐揚げ食べるのやめろって言うとみんな見ないですね。石油系サラダ油、唐揚げやめましょうって言ったら誰も見ないもう見ないでしょ、そんなこと。見たくないでしょじゃない。いや、俺は見たいですけど。面白いな、この人。唐揚げを石油って言うんや、この人。唐揚げというか、唐揚げが全て石油とは、まあ、ほんでも、まあ、サラダ油で揚げられてるやつはな、9割が高そうでしょ、だって。まあ安いやつはもう9割10割そうやわな。そうやよね、うん、高いやつになると変わってくるからな。そこは天ぷらでも全然ごま油使ってるやつとかは全然違うからね、うんうんうん、シャクシャク感が違うんだよ。うん、でその現地の油はね、うん、カリカリ感が違う。後残りがやっぱり違うでしょ。ああそう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 、あのドヨーンっていうのがね。もう
そら石油系は良くないわな。どう考えても作り物やもんな。石油を1ミリリットル飲んでも死なへんけど、500ミリリットル飲んだらね、死ぬかもしれんな。うん、死ぬでしょうね、多分500飲んだら。うん、だからそれを蓄積してっていうことだからね、人間の体の中にね、うん、だからガソリンもまあガソリン切りってことやもんね、ある意味。うん、そうだよ。ガソリンのあれでカリッと上げてるみたいな。いいんだそれで。それは体がなんか血中悪くなって体冷たくなってイライラしますよね。うん、一応健康と iPhone 修理で伝えてるの俺しかいないんで今のところ日本で。悪いこと言うてないこの人。三谷さん、A1398 MacBook Pro 15インチ2015って言っちゃいけないんですよ。ほう。MacBook Pro 15インチ2015 A1398 って言わないとおかしくないですか。おお、なるほどね。iPhone って11 Pro iPhone って言わないじゃないですか。もう言わないね。そうそう。だから先に来ちゃダメなんです。もう iPhone が先に来て11 Pro っていうことだね。ストッパーみたいなね。
とやってるね。え、よっしゃ。カルさん。無事に着いた。仕事ですからね。そうじゃないとご飯が食べれません。よいしょ。それ自体もね、うん、なんかそんな本気でやろうと思わない金額が私のパーソナルトレーニングをご検討いただき誠にありがとうございます。その間は何パーソナルダイエット 1.5 ヶ月ブルーサポートコースのご説明をさせていただきます。このコースは、診断目標設定そして体験を受けていただいた方が、受けることができるコースになっております。この診断は目標設定で、明確になった、なりたいからですね。これを、手に入れるために、パーソナルトレーナー寺本昌が、全力でサポートさせていただく。三谷さん、サポートコースに、それ全力でやりますよ、私がって。もうマジで真剣にやるんで。で、それだけで言ってるんですよ。他のプランの時は一言もそんなこと言わないんですけど、そこだけ言うんですよ。お前、性格出てんねん。なんでお前、2000のコース全力でやらへんねん。ま、はい、よろしく。もう、やります。って終わりになってるんですよ。よろしくお願いしますもん、言わない。よろしくお願いしたくないから出ちゃってるんです、素直で。素直だねー。LINE や電話、そして、この時だけ、だからこのプランに誰も応募しない。まあ、また取り直せばいいけど。じゃあ、ダメじゃないですか。もうとりあえずあげる。もういいから。前からやったことやから。おもろいから、後でまた見直したとき。これによりですね、この筋トレにより、この基礎代謝量を満足するための効果的な、効率的な筋トレにより、基礎代謝量で、この基礎代謝量が一番高い年代というのが16歳から18歳ですけど、こんなスペース開けるなんて一回も教えたことないですよ。16歳から18歳長いでっかいスペース入ってる。なんでそんなことするの？やすいと思ったんだ。やめろよ。文字数がいくら何文字かって言ったんですよ。30文字以内や。なんでスペースその文字を使うのよ。こんだけしかなかったのじゃないの。いやいや、ちょうど30文字か。スペース開けるなんて一回も言ってない。余計なことばっかりし。最後のまた言います。全力で、僕が一生懸命やる。これだけ8分、他全部40秒。おかしくないですか？まあ、それはしょうがない。あからさまやねん。嘘っぽいな。リバウンドしないって、だって寺本さんがしないわけじゃないから、その人の問題だから、その人がリバウンドしないですって言わないと意味ないから、寺本さんがリバウンドしないって言っても意味ない。多分その占い師の嘘、私のとこ来たら幸せになるよみたいな、ですよね。